まあ、僕はあの建築っていうのが大変好きなんですけども、あと建築家のクリエイティビティも好きなんですけども、何かあの建築家たち の, その独創性を面白い形で表現したいなと思ってたんですけども、実際の建築家のリアルな仕事も素晴らしいですし、その建築模型も面白いんですけれども、まあその建築家の創造性っていうのは彼らの仕事だけを見てたんだとわからないこともあって、その他のものを作って見てもらった時の方が分かりやすかったりするんですね。ですから例えば建築家たちのマカロニ展っていうね、マカロニを設計してくださいというふうなことをお願いしたり、誰が見ても分かりやすいものを建築家に作らせた方が、あの建築家の面白さが際立つこともあるんですよね。世界の名だたる建築家たちにですね、あの犬というテーマを与えてみて、まあ、どんな答えが出てくるかっていうのを試してみたいと思ってた。まあ、日本の建築家って非常に優秀ですから、まあ、世界的に建築界では認知されている方々が多くてですね、その建築家がどんな考え方でどんな建築を作るかということが周知されている建築家であるということが、まあ、この、あのプロジェクトを楽しむポイントでもあるわけですね。ワールドワイドで活躍しているとか、もうプリツカー賞を取られているとか、まあ、そういう方々にあえてお願いしているところがあります。まあ、人間工学っていうこともあるんですけども、ですから非常にその椅子の高さとかテーブルの高さとか厳密にできているんですけども、まあ、犬の立場からするとですね、人間がご飯食べている状況を見ると犬はいつもテーブルの裏側しか見てないわけですよ。上を見上げているわけですよね。まあ、そういうその人間の環境の中に住まう犬たちにとって、まあ、しかもその人間とのパートナーシップを好む犬たちにとって、まあ、それは非常にその、まあ、快適かどうかよくわからない。そういうことで、そういう状況に対して何かアーキテクチャができることがあればっていうふうな、まあ、そういうことを、まあ、あのお願いしたと思います。この構想を、まあ、具体化してみようと思ったのは、あのネット社会がやってきたっていうこともあるわけですね。犬のための建築って言った時に、まあ、本当に地球上の誰もがあの理解できるっていうようなことと、日常大工のような技術でできるアーキテクチャなので、まあ、一つの設計図をダウンロードすれば地球上のどこでもそれがこう再現できるっていうところが、まあ、一つの建築としても面白いと思ったんですね。建築ってある特定の場所に一つしかできないものなんだけれども、犬のための建築っていうのは誰もがそれをこう気に入ればダウンロードして自分の犬にちょっと大きさをカスタマイズさせながら作ったりできると。だからまあそれをそのできたのをまた写真撮ってですね、アップロードしてくれたりすると、まあ、一つのその建築のアイデアからこうレプリカがいっぱい発生してくるっていうね、まあ、そういう意味ではあのアーキテクチャの試みとしても新しいかなと思ったりしていて、まあ、いろんな角度から楽しめるっていうのがこの展覧会の面白いところだと思いますけれども、このアーキテクチャ・フォー・動物の展覧会は一番最初はあのマイアミだったんですね。マイアミのデザインイベントで、まあ、お披露目したんですけども、その時にマイアミ行った時に、まあ、いろんなメディアからあの、まあ、取材があって、でいろんなトークショーにも出たりして、まあ、その時にそのアシフさんと僕がなんか2人で呼ばれてあのトークショーをやることがあったんです。で初めてお会いしたんですけども、まあ、新しい素材や可能性を模索するようなあのデザインの新しい展覧会の話を少しあのその会場でお披露、まあ、ご披露したんですけども、アッシュさんが僕のそのアプローチに大変興味を持ってくれてですね、その後も 何かしこう連絡を取り合うようになったんですよね。でアッシュさんも大変アグレッシブなあの新しいハイテク技術やあの素材を使ってあのこれまで見たことがないような考え方の建築にアプローチをしていくような方だったので、まあ、そういう意味では非常にあの最初のタイミングでお会いしたタイミングで意気投合したんですね。ですからまあ今回ロンドンでといった場合にやっぱりまあアシフさんにぜひともお願いしたいと思ってあの依頼したんですけど、今回もロンドンで新しい建築家をお招きしてまた新しいアイデアを一つ積み重ねていくっていう、まあ、そういうことをやっているうちに何か新しい発展がどこかでこう新しいブレイクスルーが見えてくるかもしれないっていうか、自己生成的なプロジェクトとしてあの期待しているところがあるんですけれども、